博多駅でございます。博多といえばやっぱりラーメンを食べて帰らないとと思ってですね、帰りにラーメンを博多麺街道というのがあったので、ここ、行ってきたんですけれども、ここのなんか那島亭というなんか九州の総選挙で一位受賞したという、ところ、気になったので行ってまいりました。このなんか人の良さそうな、おっちゃんですね。これが創業者でしょうかね。博多ラーメン759円でございます。替え玉150円。替え玉は僕しないんですよね。替え玉美味しいと思ったことがないんですよね。皆さんどうでしょうかね。はい、博多ラーメンやってまいりました。759円、王道の感じなんですよね。これ良いビジュアルでございます。これ僕多分好きなタイプだなと思って、見てたんですが、麺の硬さは普通にしたんですけども、麺もうちょっとほぐしといてくれたらいいなと思ったんですが、なかなかの絡まり具合でございますね。で、茹で具合は普通でいただきましたか。ちょうど博多って結構なんか動物臭のきついところもあるんですけれども、これ程よい感じでございます。むしろもう本当に綺麗な博多ラーメンの部類なんじゃないでしょうか。ほんのりやっぱここは感じるんですけどね。で、持っていった僕の大好きな七味をいっぺんかけてみたろうと思ってですね、食べたんで、見たんですが、まあありなのかなしなのか、まあありっちゃありですけど、でもやっぱりまあ胡椒の方が合うなという印象ではあります。で、ごま忘れてたんですけど、九州ラーメンって豚骨ラーメンってごまやっぱり合いますよね。うどんにごまは別にそんなあれなんですけど、九州博多ラーメンにごまはすごい合うと思いました。本当に王道のストレートど真ん中みたいな、博多ラーメンでございまして、美味しいと思いました。那島亭さんでしたかね。はい、チャンネル登録よろしければこちらでお願いいたします。それではまた明日です。ありがとうございます。